はい、どうも皆さんこんにちは、ピオキングです。みんなでバトルやっていきましょう。最近調子が良くないピオキングですが、今回気持ちが違うんだよね。もう気の持ちようが違うっていうの、めっちゃ本気でするから俺今日。ちょっとみんな見てて、今のね、なんてね読むかわからないけど、ちょっと見てて。まずね、最初このイーマリユーの助けて、危ない、よし、これは土管か、オッケー。最初土管に入る。で、ここで落ちてくんだよな、こいつ。あ、落ちてこないの？よし、まあいいや、俺だけファイヤー取ったけど。え、あのね、トゲのついたこっちって落ちてくるんじゃなかったっけ、この子。マジかよ。待って待って、よし、そこじゃなさそうだぞ。あ、そこか、そこなのか。で、右に行く。あ、ゴールっぽいな、なんか。あ、中間ポイントがあるからゴールじゃないっぽい。よし、オッケー。とりあえずルイージ脱落で、このまま右に行く。よし、あー、まあいいか、俺もゴールできたから。てか、アイテム取らんでずっと行けたのすごいな。いや、気持ちはね、もうめっちゃ燃えてんだよ俺。もう勝つって、もう勝ちまくるっていう気持ちが燃えてんだけど、だってみんなうまいもんだってみんなうまいもん、バトル。もうこのランク帯来たらみんなうまいもん。なかなか勝てんもん。なんかエスプラスばっか勝つもん。もう俺いじけるわ。はい、気を取り直してね、第2戦目やっていきましょう。早速ね、4人集まりましたね。それじゃあ一番右どう、なんだあのカマキリみたいな、ふわふわパイパイふわふわパイパイってファイか、ふわふわファイファイか。マリオの日本の城の、あ、待って、一番右見えなかった、城の城。おー、待って、これ一番右のやつが蹂躙のやつじゃない、俺は譲らねえ。あー、嘘、これはどうしよう、これジャンプジャンプ、オッケー。俺だけ来た、いいね。で、このまま右行こう。よし、これチャンスじゃない、なんて書いてんのこれ。ジャンプして、これ落ちないかな、大丈夫。でジャンプ、嘘、マジかよ、これは確かに白だな。ブラックパックに気をつけよう。オッケー、ここも気をつけようか。よし、で落ちていいのかな、これこのままジャンプして、あ、嘘、もったいな、落ちてよかったんだ、これめっちゃもったいないことした。このバネ持っていくのこれバネ持ってって意味あんのこれ。あー、嘘もうブラックパック、もう俺絶対避けたと思ったんだけど。でも意外とみんな死んでるよね、やっぱね。難しいんだよねこのステージ。なんかみんないなくなったけど、死んだのみんな。ジャンプ、でこのままこっちにジャンプしようか、もう。オッケー、よし、来た。これは俺だけか？よし、このまま右行こう。これでゴールだったらいいけど、でも俺が一番最初だこれ。このまま右行ってみる。よし、これでで右、オッケーオッケーオッケー。これ勝ち確っぽいな、なんか。そしてこれはなんだ、この扉はなんだ、すげえ怪しいけど。で、これ右、やった、よし、よかった、勝てた。すげえ笑ってるすげえ笑ってる。この4400台をね、うろうろしてるピオキングですけど、もう気合が違うから今日は。このままね、どんどん勝ちに行きましょう。で、レートは4411か。ここら辺からね、なかなか進めないんだよな。俺がね、ゲーム積みゲーがいっぱいあるの知ってると思うけど、最近魔女の鬼がやっと終わって、次何を終わらそうかなって思うんだけど、何がいいかな。とりあえず短いものからね、どんどん終わらせていきたいな。それじゃ始めていきましょう。オッケー、ナイス、ルイージ。で、このまんま右に行くか。で、このままジャンプ、オッケー。これはあんまり慌てなくてもいいだ。よし、このまんま行こうか。これはこのまま右でいい？あ、待って、あ、待って、ルイージ待ってくれ、嘘。よし、上から行けばよかったな。あの狭いところより上から行った方がね、早いと思って上に行こうとしたルイージが来たんだよね。かけて下から行けばよかったわ。せっかく一番最初に走ってたんだけど、もったいないことしたな。よし、それじゃあね、
どんどん行きましょう。ザ・スパイキー・サンズ。サンズ？え、サンズってあのサンズ？なんかアンダーテールしたくなってきたわ。サンズって単語を聞いたらアンダーテールしたくなってきたんだけど。で、このまんまジャンプして、あ、やばい、トゲ、鉄球が出るのか。危ないな、これ。よし。あ、ここも出るぞ。危ない。この土管は全部出るって思っていいな。あ、ここ入ってよかったの？大丈夫これ。大丈夫ここ。ここで合ってる？俺なんか一人だけ違うとこ行ってるっぽいんだけど、合ってるかな？でもなんか後ろにみんないるから、いいよね。ここで多分大丈夫か。上行く？ちょっと危険だから。なるほど。あの鉄球を持ってこなくちゃいけないのか。みんなが来る前に早く、早く、マリオが来てるから、マリオが来てるから。よし。で、このまんま、どちら？右じゃないな、これ。下に行こうか。このまんま、嘘、こっち行くの？あぶねー。あ、待って、あー、ちょっと待って。おっ、とっ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 と、よし、このまんま右に行くか。なるほど。よし、オッケー。俺ね、踏むのはうまいんだ。みんな知ってた？俺踏むのはうまいんだよな。ガーボン、お前は俺にやられるんだ。オッケー。で、このまんま鍵を使ってゴールっていうことか。ナーイス。いいね、これは。気持ちよかった。あそこに扉があるのは見えんかったけどね。今日ね、やっぱ調子がいいかもしれん。もう気合めっちゃ入ってるからね、俺。孫悟空がスーパーサイヤ人になる時ぐらいめっちゃ気合入ってる。俺も今ね、スーパーサイヤ人状態だから、もうマジで誰もこっちに寄せつけないぐらい強い気持ちでいくってか。いや、なんだあの二人、なんでビッグで二人とも同じ格好っていうかポーズ一緒なんだ。1の1か。これマジの1の1ですだ。これは4つ目の土管だぞ。みんな知ってると思うけど、4つ目の土管だ。マリオバカめ、ジャンプしたな。ジャンプしたら遅くなるんだよ。よし、1個目。よし、で、ここで2個目。で、次だ、次。あ、待って、あれ4つ目か。あっちゃ、失敗したな。これはもう負けたか。前に多分ね、ルイージたちが現れるんだよな、きっと。やっぱりか。これはゴール取られたな。まあいいか、俺もゴールしよう。よし。土管の数数え間違えた。あっちゃー、もったいない。ほんと綺麗に1の1作ってるよね。すごい。もうちゃんと全部綺麗に模様とかクリボーとかのいる場所もつけてるのかな。それだったらめっちゃすごいよね。あのでかいやつが勝ち上がった。よし、それじゃあどんどんやっていきましょう。マリオかわいいな、あのマリオ。スーパーアクパ太郎、めっちゃかわいいアバターじゃん。2020年あっけおめスペシャルおみくじコース、すっごい楽しそう。コース名がめっちゃ楽しそうだけど、これでもね、おみくじっていうぐらいだから、どれかね、ハズレがあるとかじゃないかな。よし、これはこのまま行こう。よし、で、やった、ゴール。1番じゃん、俺1番にゴールしたよね。これ運感すごいけど、勝ったからいいや。ラッキーな勝ちだったな、これ。めっちゃ運が良かった。そして今日ね、結構勝率いいね。なんかね、緑多いな。緑多くね。俺以外みんな緑なんだけど。シンキングアウトサイドザオブザパウ、パウを駆使していくステージかな、これ。なんか一番右のあのモンスターかわいいな。よし、ありがとう、ありがとう、誰かわからないけど。オッケー、よし、パウを壊してくれてありがとう。よし、で、このまんま、あ、誰か、よし、で、このまんま、オッケー、いいね。そしてジャンプしたいけど、このまんま無視していくか。あー、これは、よし、これ俺のおかげじゃない、これ、これ俺のおかげでしょ。みんな、みんな、これ俺のおかげでしょ。よし、オッケー。このまんま中間ポイントを取って、よし、で、パウを持っていこうか。で、これもパウを持ってって、なかなかチャンスだと思うんだけどな、これ。
このま、あ、嘘、パウもう一個いるじゃん。誰か、誰かパウを持ってきておくれ。誰か、じゃあ俺が持ってこようではないか。みんな、みんな待ってるな。よし、壊したやつがね一番お得なんだ壊したやつが一番最初に行けるんだ。走ったまんまパウ持ってダッシュできるから、でその勢いでね壁をぶっ壊せばいいだけだから、パウ持ってきた方が有利なのにね。なんでみんな持ってこないんだろう。緑以外が勝ったよ。そして水色が勝ったあと1回勝てば4500台突破できるんだけど、今のねこのスーパーサイヤ人状態の俺だったらいけるかもしれない。そろそろねスーパーサイヤ人2ぐらいになるかもしれん俺。っていうかスーパーサイヤ人2が一番かっこよくね。スーパーサイヤ人って今ゴッドとかスーパーサイヤ人ゴッドだっけ。ちょっと何まであるかわかんないけど、よし、あ待って、あ投げないで俺は反対にくっそー、まあいいか、先に進もう。あ、これ難しくね？これ難しくない？よく言ったらマリオ、俺この風めっちゃ苦手なんだよな。これ取っておく、このアイテム。俺あれ取りたいんだよな、あれ取りたいんだよ。よし、オッケー、これで1回は落ちれるってことでしょ。オッケーオッケーオッケー。で、ここも当たっていい、当たっていい。ほら見て見て見て、アイテム取った意味、みんなうまいな。俺この風だけはどうしても苦手なんだよな。いや、いい、この風はもう負けていいわ。風はねちょっと特訓しておく。風っていうかなんていうのかな、あれスクリュー、スクリューっていうのかな。まあいいや、あれちょっとね特訓しておかなきゃいけないな俺。はい、それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。結構前からみんなでバトルやってんだけど、なかなか S プラスにはなれないな簡単に。え、3人、え、最後3人か、面白いな。いいね、たまにはそういうのもいいね。やってやろうじゃないか、ピオキングよ。え、コースデータが壊れています。なんだこれ、そんなんあんだ。初めてなった、コースデータが壊れていますとか、どういう意味だろう。最後3人で戦うと思ったけど結局4人になったね。あのミラッチさんかわいいな。俺もそろそろミー変えよっかな。ヨッシースライド、いいね、この音楽、この音楽めっちゃ好きなんだよな。行きましょう。あ、俺担がれた。キノコ取っていこう。みんなキノコアイテムをね。あ、そこか、そこか。で、これ難しいな入るの。よし、キノピオは、キノピオなんか一人だけ違うとこいない。あ、危ない危ない、あ、やめてくれあ、え、なんこれ、バカめキノピコ。俺を殺したと思ったであろうきっと。あ、嘘、あの土管に入ればいいのか。あー、ラストバトルが。はい、それじゃあ今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。4459、今日ね結構上がったね。今日もみんな見てくれてありがとうございます。それじゃあまたね。